大人気。これから行く館の主人だった舟英次郎さんが先月亡くなったらしい。依頼人はその息子さんだ。ノンフィクション作家の舟英次郎さんだよね。僕新聞で読んだよ。ちょっと待ってよ。二人ともよく平気ね。こんな高い吊り橋怖くないの？はあ、高いところが怖くて探偵が務まるかってんで。蘭姉ちゃん大丈夫？ありがとうコナン君。さあとっとと行くぞ。おじさん震えてるよ。うるせえ。一体どれだけ歩いたら依頼主の館に着くんだ。俺も歩けねえぞ。もしかして道に迷ったんじゃない？そんなはずないと思うけど。あ、ほら見て。なんだあの建物。金持ちの道楽ってやつか。お父さん、依頼してくれた人の家をそんな風に言ったら悪いわよ。まあいい、とにかく行くぞ。あの建物、どこか妙な感じがするぜ。なんだこりゃ。失礼いたします。探偵の森五郎様とそのお連れの方でいらっしゃいますね。はい、私が名探偵の毛利小五郎です。私は当館の執事倉橋と申します。ようこそお越しくださいました。ようこそはいいんすけど、この館水没してるんじゃないんすか？いいえ、ご心配なく。これは先代の趣向と言いましょうか。ご覧の通り1階には入れませんが、2階より上の階は普通に使用できます。はあ。入り口は2階なんですって。水の都ベニスみたいで素敵よねコナン君。そうだね蘭姉ちゃん。さっきの違和感はこういうおかしな建物だったからか。いやー、この不自然さに隠されたもっと他の何かがあるような。一体いつになったら探偵が現れるのかね。こっちも暇なわけじゃないんだが。すみません、もう来るはずなんですが。兄さんが勝手に探偵なんて呼ぶからさ。それで遺産が見つかればお前だって俺に感謝するはずだぞ。見つかればね。道に迷っているのかもしれないぞ。まあまあそう焦らないで。幸運は南からやってくる。そう私の毛に出てますわ。皆さんコーヒーでも飲みませんか？私はコーヒーなんかより酒だ。そうだな、ブランデーでももらおうか。高弘君もどうかね。一つお付き合いしましょう。冗談じゃないぞ。英次郎の遺産さえ手に入れたらこんな島一刻も早く出て行ってやる。そもそも遺産が見つからないということがおかしいんだ。チェックメイト。何？そんなバカな。
君は昔からせっかちな割に手が遅いからな。まあこれで勝負はついた。約束を守れよ、今夜だ。なあ、いや、やはり。やれ。すみませんね、親父は気まぐれな人でして。間違いなくこの館のどこかに隠してあるはずなんですが。きっとその探偵とやらが探し出してくれるさ。呼んでるんでしょ、名探偵を。皆様、探偵の毛利小五郎様がお着きになりました。どうも遅くなりまして。遅かったじゃないですか。あの、道に迷っちゃったみたいで。途中でお前があっちだなんて言うからだぞ。何よ、お父さんだって。おいおいそんなに難しい道じゃないはずなんですが。まあ、とにかく来てくださってよかった。早速ですが、実はこの家に隠された親父の遺産を探し出してもらいたくてお呼びしたんです。隠された遺産？何でも莫大な遺産らしいんですが、それが置いてある場所を言う前に父は力尽きてしまって。遺産は私とやん、それからなぜかわからんが、そっちの若者の3人で分けることになっていたのだ。僕の父は英次郎さんとは親友だったらしいので。なるほど、そういうことでしたらこの名探偵毛利小五郎にお任せください。このバカでかい家を見つけるだけでも手こずった探偵さんに、水に沈んだこの家の中からお宝を探し出せるとは思えないがね。何ですと？私が占ってあげましょうか。なんならその方がいいかも。わかりました。この私が絶対にそのお宝を探し出してみせましょう。息はない。全員この部屋から出ないように。ラン、警察に連絡を。うん。廊下の突き当たりに無線電話がございます。わかりました。毛利さん、遺体の口からはアーモンドの実のような香りがしますな。ってことは、そう、これは生産による毒殺特有の匂いです。最後に口をつけたのはこのコーヒーですか？なるほど、俺たちが来る前に何があったのか全員の話をよく聞かねえとな。まさかこのようなことが当館で。なんと恐ろしい。コーヒーに毒を入れたのは僕じゃありません。そんなことをすれば自分が一番に疑われることは分かりきってるじゃないですか。遺産欲しさにそんなことしませんよ。それにカップは皆さんがトレーから選んで取ったんです。僕が取ったのは一番最後に残ったやつです。あ、僕ですか？
僕は砂糖は入れずにミルクを入れて飲みました。その方が体に良さそうなのでいつもそうしてます。俺はコーヒーは飲まなかったよ。クライドさんに酒を付き合うように言われてね。確かにコーヒーを入れたのは和彦君だが、砂糖とミルクはみんな自分たちで取って入れてたからね。犯人がそこに細工したとも考えられるんじゃないか。犯人はヤンさんだけを狙ったんでしょうか。それとも、僕は砂糖もミルクも使わないけど、もし入れていたらやっぱり同じように。どういうことだ。なんでヤンが毒を。ん、コーヒーを入れて持ってきたのはあの和彦という青年だ。調べるまでもない、あいつがやったんだ。遺産の分け前を少しでも増やしたくてな。恐ろしい。次に狙われるのはもう私しかいないじゃないか。おい、あいつを早く捕まえて檻に放り込んでくれ。まずはヤンさんが飲んだコーヒーを疑ってかかるべきだろうな。砂糖とミルクを両方入れたのは私とヤン様だけね。でも私は生きてるし、そもそも封がされたままのミルクに毒を入れておくなんて簡単じゃないわよね。じゃあ毒は砂糖の方に入ってた。でもミルクも砂糖もみんな自分で選んで取ったのよね。どういうことだろう。多分ミルクか砂糖に毒が入れられていたんだな。俺はブラックで飲むし、ボスはコーヒーじゃなくて酒を頼んだし、それで助かったのかもしれねえな。ボス？ああ、クライドさんのことさ。確かにアーモンド臭だ。死因についちゃ疑う余地はないな。コーヒーカップに不審なところはない。他のと同じだ。印をつけておいたとか、カップの縁にあらかじめ毒を塗ってたってことはなさそうだな。砂糖は包みに入ったスティックタイプだし、ミルクもプラスチック製のカップに入ってる。どっちも事前に毒を仕込んでおいたとしたら、その形跡が残っちまうだろうな。おーら、警察に連絡はついたか。それが変なの。何度かけても電話が通じなくて。何？他の番号もいろいろ試してみたんだけど全部ダメだったわ。そんなバカな。
どうやらこりゃ事件の可能性が濃厚ですな。ちょっと整理してみるか。高弘さんとクライドさんはコーヒーを飲まなかった。コウスケさんとケビンさんはブラックで、和彦さんはミルクを入れたんだよな。そして殺されたヤンさんとメイリンさんだけが砂糖とミルクの両方を入れている。しかしメイリンさんは生きているから、もし仮に砂糖に毒を仕込んだとしてもヤンさんだけを殺せたとは思えない。同じ砂糖入りのコーヒーを飲んで殺されたヤンさんと生きているメイリンさん、二人を分けた違いが分かればそれがトリックを解く鍵になるかもしれない。ねえねえ、メイリンさんってコーヒーを飲むときちゃんとかき混ぜてる？いいえ、だって必要ないじゃない。どうしたのコナン君？ううん、なんでもないんだ。メイリンさんの飲み方がよく分かったよ。おい、俺はもう我慢できんぞ。こんな人殺しと同じ部屋にいるのは。お前らが何もしないというなら俺がこの若造を牢に監禁してきてやる。僕はやってない。読めたぜ、犯人の使ったトリックが。犯人はやはりヤンさんだけを狙って殺したんだ。しかしこのトリックなら誰にでもチャンスがある。犯人は誰なんだ？やめてください。いいから来い。早くしねえと和彦さんが連れて行かれちまう。あの人が犯人だと決まったわけじゃない。犯人はおそらく全員の好み、コーヒーをどうやって飲むのかをここ数日の観察から掴んでいたんだ。そしてヤンさんの飲み方を利用して確実にあの人だけを毒殺したんだ。さあ来い、警察が来るまでぶち込んどいてやる。ちょっと乱暴はやめてください。お父さんも何か言って。しかし状況としてはだな。なんとかおっちゃんにこのことを気づかせてやらねえと。コナン君何してるの？お片付けしようと思って。でも使ってあるスプーンは一つで他はみんな綺麗だから洗わなくていいよね。くら、現場のものを触るなっていつも言ってるだろう。待って。あ？この中でスプーンを使ったのはヤン様だけよ。スプーンに毒がついていたとしたらヤン様だけを狙うのも可能だわ。決まりだな、これや。和彦が犯人とは限らない。しかしコーヒーは和彦君が持ってきたトレイからみんなが自分で選んで取ったんですよ。ヤンさんが確実に毒のついたスプーンを取るかどうかは。もし全部のスプーンに毒が塗られていたとしたら。なんだって？じゃあ犯人は我々全員を殺そうとしたというのか？いいえ、ヒントは砂糖とミルク。はあ？砂糖とミルク？待てよ、そうか、コーヒーをブラックで飲む人間がスプーンを使うことはまずありえない。僕もミルクは入れますがスプーンは使えません。その方がコーヒーの中に広がったミルクの波紋が美味しそうに見えるので。なるほど、それなら全員のスプーンに毒を塗っても殺すのはかき混ぜる人物だけに絞られる。そうそう、つまりこれはヤンさんとメイリンさんを狙った犯行だったということか。
メイリーさんのコーヒーの飲み方。ラン、メイリーさん、そういえばさっきかき混ぜたりしないって言ってたよね。ってことはいつもスプーンは使わないの？そうなんすか。ええ、めんどくさいじゃない。砂糖だって専用のやつだし、すぐに溶けちゃうでしょ。なるほど、そうか。メイリンさんも砂糖とミルク両方を入れるが、スプーンを使わないからコーヒーに毒が入ることはない。そう、犯人は全員の好みを把握し、飲み方まで利用した。そして一見無差別に見えるこの状況でヤンさんだけを毒殺することに成功したんだ。こんな芸当ができるのは。なるほどな。種が分かってみるとトリックとも呼べないようなトリックだぜ。で、それをやった犯人は誰なんです？え？ああ、それは…少なくとも和彦さんとは限らないわ。おお、そうだな。それならば全員にチャンスがあったことになる。とにかく皆さんの中に犯人がいることは確かなようですな。詳しく調べさせてもらうことになりますぞ。そうだ、チャンスはここにいる全員にあった。そしてこのトリックならこの部屋にいなかった人にも。ねえねえ、この家の人ってさっきの執事さんとここにいる人で全員？ん？ああ、あと一人、スミコさんっていう家政婦さんが。そろそろか。なんだ？爆発みたいだぜ。この方角は橋の方からだ。まずいぜ、今橋を落とされたとなると。でも今現場を離れるのは。そんなこと言ってる場合かよ。全員一旦この部屋から出てください。それから倉橋さん、この部屋に鍵をかけて現場に誰も入らないようにしてください。はい、かしこまりました。さあ皆さん、部屋のものを動かさないように、急いでここから出て行ってください。ケビンさん！くそ！ケビンさんの言う通りだ。まずいぜ、あの橋を落とされたら外部との連絡が一切取れなくなっちまどうやら俺たちはこの絶海の孤島に閉じ込められちまったみたいです。なんてこった、一体誰がこんなこと。こいつはプロの仕事だよ。きっと外部から依頼された誰かが俺たちを閉じ込めたんですよ。誰かって、一体誰がこんなこと。さあね、そいつは今頃海の上さ。この匂い、大量の火薬が使われたみたいだな。そんなものがどこに。土砂崩れで道が塞がれた時のために倉庫に火薬を保管してあるんだが、まさか盗まれたんじゃ。確認してみる必要がありそうだ。本当に火薬が倉庫から持ち出されたものだったとしたら、爆破の犯人は館の内部に。橋はもう渡れないな。
困ったことになったね。この橋を渡る以外、向こう側に行く道はないんだ。子供の遊び場じゃないんだ。あまりうろちょろしないでくれよ。どこのドイツがこんな真似を。まさか親父の遺産が目的じゃないだろうな。そんなことはどうでもいい。それより早く犯人を見つけるんだ。やれやれ、これでもうしばらくはタバコも買いに行けねえわけか。チッ、夕方に吸い尽くしまったぜ。さて、そろそろ戻るか。え？とにかく橋は落っこっちまったんだ。確認した以上、いつまでもここにいたって仕方がねえだろ。寒い。行くよ、コナン君。うん。ん？タバコの吸い殻だ。靴の跡がついてる。踏み消したんだな。とにかく調査は館に戻ってからだな。ヤンさんの殺人のことも気になるし。じゃあな、坊主。あんまりうろちょろしてると火傷するぜ。気をつけな。あ、コナン君、大丈夫？うん、やっぱり橋が落とされてたよ。橋が？完全に壊れてるから、向こう側に渡るのは無理だろうって高弘さんたちが言ってたよ。そう。それは困ったことになりましたな。無線も使えず橋も渡れずでは、外部と連絡を取る手段が。でも水も食料も十分にあるんですよね。だったら心配ありませんよ。みんな行き先を告げてきてるだろうし、連絡がつかないとなれば誰かが様子を見に来てくれるはずです。そうでしょうか。なに、そう先のことじゃありません。ほんの何日間かの辛抱ですよ。はい、そう、確かにその点では心配ない。問題は犯人がまだこの島にいるかもしれねえってこと。いや、確実にいる。俺たちの中の誰か。ところでおじさんは？お父さん？ヤンさんの事件のことでメイリンさんと話し込んでるわ。なんかあの二人気が合うみたい。まったくこんな時に。大丈夫かな、おっちゃん。けど、ま、そう心配することもねえか。あのおっちゃんがそうそう女の人にモテるとは思えねえしな。それじゃあランさん、僕たちも部屋に戻りましょう。それがようございます。では私はまだ仕事がございますので。コナン君は？僕トイレ。そう、何かあると困るからすぐに戻ってくるのよ。はーい。さてと、火薬が保管されてたっていう倉庫の様子を確認してみないとな。